しかしこの神の言葉をこの信じ、この受け取り、この神の言葉にこの応答し、この信仰を用いていくものを通して、このその栄光をこの大きく表していかれると主は言われます。このさらにこのあなた方はこの私の言葉を受け続け、また私の言葉にこの応答し、このその信仰をこの用いていきなさいと主は言われます。私は私の栄光を表していこうと主は言われます。このあなた方はこの教会を土台としたこの働きの中で、今までにおいてもこの多くのこの神のこの働きを見てきたと主はさらいます。その一つ一つのこの歩みは神の言葉によるこの歩みであると主はさらいます。これからのこの働きにおいても、この主はお一人お一人においても、またこの教会においても、この神の言葉を持ってこの力強くこの進めていこうと主はさらいます。熱心にお一人お一人この神の言葉からの約束の言葉をこの受けていくようにと主はさらいます。あなた方に与えられている信仰を一つ一つ用いていきなさいと主は言われます。あなた方が小さなことに忠実なときに、さらに大きな働きを担わせていこうと主は言われます。それでは朝に賛美を捧げていきたいと思います。ハレルヤアドナ どうぞお座りください。それでは、献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しながら献金をしていきたいと思います。献金の感謝の祈りを FRH 教会の大重牧師にお願いいたします。我の天皇お父様、ありがとうございます。今晩も変わらないご愛の中に、この祝福の御座に私たち一人一人を導いてくださり、ありがとうございます。今インターネットを通しても共に参加している方々を感謝いたします。今ご自身の御前に尊い捧げ物をお捧げいたしました。どうぞこれを聖別し、ご自身のご栄光のために用いてくださることを感謝いたします。あなた様ご自身が祝福の神様です。いらっしゃいます。ありがとうございます。今晩もお一人お一人の上に癒しの御手を置いてください。ここに来れない方々に特に奇跡の御手を置いてください。ご自身のご栄光を表してくださることを感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは
東京アンテオケ教会所属町田教会パウロ弓野牧師にセミナーの時を持っていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。それではセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きしたいと思います。エペソ人への手紙を開けください。6章の17節をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の6章17節お読みします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞいける神ご自身が今日もあなたが語ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。セミナーの時をお持ちしたいと思いますけれど、今私たちはこの予言の本からですね学んでいってます。で今日はですねこの本の中から14章に進んでまして、予言は御霊の与える剣ということでお話ししたいと思います。その前にですね予言に関して私たちが用いていくときに重要なことがありますので、それをまず最初にお話したいと思います。この予言というのはですね、神様が教会に与えてくださったものです。ですから用いていくときにですね、必ず教会の管理の中で用いていかなければいけないということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。教会ですね。で教会に与えられているということはどういうことかといいますと、教会の管理ということで、この教会に建てられた牧師さんの指示に従って用いていく、その秩序の中で用いていかなければいけない。ですからですね、勝手に自分たちでグループを作って予言したりするっていうのは聖職的でないということなんですね。ですからまずそれを一つ覚えておいていただきたいと思います。そしてそれとともにですね、吟味ということがあります。聖書にですね、第一コリント人への手紙の14章に2人か3人の者が話し、他の者はそれを吟味しなさいと書かれています。ですから私たちはですね、必ずどんなに有名な方が予言したとしても必ずそれを吟味しなきゃいけないということを聖書で言ってるわけですね。ですからその教会に属するものであるということと、この吟味しなければならないということをですね、ぜひしっかりと覚えて用いてっていただきたいと思います。そして多くの場合この予言を用いて失敗するのはこの2つから外れてしまうからなんですね。ですからこの2つは非常に重要だということをいつも覚えてですね、歩んでいっていただきたいと思います。そして今日のところに入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、予言は御霊の与える剣というところでお話しします。でこの霊の戦いっていうのがあるんですけれど、その中でですね、予言っていうのは非常に強力な武器となってきます。でこの聖書にですね、今先ほどお読みしたところにですね、エペソ人への手紙の6章10節からずっとですね、これは霊の戦いのことが書かれています。でこの霊の戦いに関してはですね、いろいろな武器がここに書かれてるんですね。6章の14節以降ですかね。で真理の帯とか胸には正義の胸当てとかいろいろありますけれど、今日お読みしたところは17節、救いの兜を